練習から、レースペースはすごい良くて、ファーストペースは絶対取るっていうつもりでいたんですけど、なかなか思うようにペースが上がらなくて、まあ、苦しくて、まあ、でもトップで大津選手がいてくれれば僕はポイント取るだけでいいと思ってたんで、まあ、そう思ってたらね、途中、まあ、SC が入るクラッシュがあって、すごい僕もポイント的に分かんなくてヒヤヒヤしてたんですけど、まあランキング1位で、チャンピオンが決まったっていうことはすごい嬉しいです。選手の皆さんはカップを高々と上げていただきまして、カメラの方にね、良い笑顔を、ね、2017年全日本フォーミュラスキー選手権シリーズチャンピオン、ゼッケン23、高星光則選手です。